空の青さを何に例えよう。固定を走り回ってた僕は砂ぼこりに目を閉じた。セミが鳴いている。プールバッグ片手に歩いていると、焼けたアスファルトの遠くの方に蜃気楼が輝いてた。影をが揺れている。ダンボハムは危険ドラッグに吸い込み、詐欺は母さん助けて詐欺に、ケスケは僕は24歳になった。でも大人にはなれないままだ。宿題はいつも溜めていたけ、最後はいつも大変だったな。なんで季節の生活は思い出している。言うと僕もの白さが好きだ。夏の歌る暑さが好きだ。畳の上でうとうとセミが鳴いている。ダンボハムは危険ドラッグに振り込み、詐欺は母さん助けて詐欺に、気づけば俺は24歳に。でも大人にはなれないままだ。ことが目的でよかった。子供はそれも続けちゃえられない。大人になるためには空の青さを投げて例えよう。固定を走り回ってた僕は砂ぼこりに目を閉じた。セミが鳴いている。